スティーブン、何何食ってんの？ちなみにこれ3回目ですから、とんのそうちゃんがね、ふざけまくってこれ3回目です、とんの。何食ってんの？スーパーで買ったね、ピーナッツっす。マジでうまい。セルビア語でなんだっけ、キキキリキだ。はい、ここに書いてるから、キキリキ。これマジでうまい。美味しいよね。うん、うまい。しかも安いし。そうだよ、安いし、めっちゃうまいし、量たくさん入ってるからね、最高ですわ。キキリキピーナッツね。ピーナッツです、うん、いやー、そうちゃん、はいはい、雪降りましたね。うん、そういえば雪ですよ、モンテネグロも。いや、こっち来てさ、なんかあんま寒くなかったわけ、ぶっちゃけ。そうだね。なんかてか日本とあんま気候変わんないなって思ってたの。したら今日いきなり雪降って、いや、びっくりしたな、マジで。練習中もね。練習中も降ったし、で練習終わった後めっちゃ降ったんですよ。で練習中ちょっと降ってて、練習終わった後ちょっと強くなって、で一回部屋行ったじゃん、うん、で5分後ぐらいにちょっと外見たんすよ。したらね、もうマジで積もってた。ふぶいてたね、うん、風強かったから余計。いや、あれはもう鼻水凍るねっていうレベル。北海道、いや北海道よ、マジでガチで寒い。やばい、これは。なんかさ、寒さのレベルが違うじゃん。違うね。なんか日本ってさ、寒いじゃん、うん、こっちさ、寒いなの。このイントネーションも違うわけ、寒さのマジで手が震える。そう、震えるレベル。日本はちょっとさ、うわ、なんか女子で言うと、うわ、なんか寒いみたいな、うん、なんでだろうね。で、こっち来ると寒いみたいな、もう異常よ、日本で。例えもう考えたら、これ何もないから風が多分通るんだよ。そう、冷たい風が。うん、まあそれあるね。当たるよ。建物がないからもうね。そう、吹雪放題だよ、ね、吹雪放題。風たちも大喜び。それある、マジで。うん、いや、やばいわ。しかもさ、風強いのね。寒いプラス風強いから吹雪くし、あとドアがね、風でもうガン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 めっちゃ音鳴るわけ。台風張りだよね。やばい。だからさ、そうちゃんさ、スーパー行ってたじゃん、うん、で俺さ、一人でベッドで研修してたんですけど、うん、もうなんかそうちゃんがさ、もう帰ってくると思ってさ、もう何回も何回もこう確認するんだけどさ、もう全部風のノック全部そうちゃんじゃないわけ。だから俺10回ぐらい多分ね、こうやって編集しながら、あれ、あ、そうちゃんみたいなやったけど、そうちゃんじゃないって、風って帰ってきたのは風でしたねいやー、やばかった今日。それで10回ぐらい確認した、ドアの方ね。ドア確認した。いや、これちょっとね、寝るとき怖いっすわ。僕ね、マジで寝るとき怖いんですよね。あそこちょっと映せる。タオルとかさ、結構干してるんですよ。うん、あっちにも。あそこも映して。いや、ああいうのがさ、寝てるときさ、こう影になるの。ちょっと人影っぽくなるの。なるほどね。で、それでちょっと怖いんですよ、マジで。あれとか。マジで怖くて。で、今洗濯機回してるんですけど、洗濯機の音もなんかゴン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 みたいな音でちょっと怖いの。なるよね、うん、プラス今日は吹雪いちゃってますから、かなり。イットよこれイットよ、レベル寝れるかな、マジでっていうレベルよ、マジで。今日あっちで寝よっかな。いや、俺の部屋は来ないいや、あっちにマジで寝れそう。いや、でも寝れるよ。寝れるよね。うん、まあ、こっちも寝れるんだけどさ、もう音がすごいの。この音もあるし、なんかブーっていう。いや、でもそんなちっちゃい音で起きてたらさ、寝れないよ、ほんとに。じゃあ起きないんだけど、寝る前の話。あ、寝る前。うん、一回寝たらもう大丈夫。うん、8時一回寝たら8時でも一回ね、うん、俺めちゃくちゃトイレしたくなって、うん、3時ぐらいに起きたんですよ、うん、そしたらちょっと携帯いじってたら、スティーブンの声が聞こえたの。あー、あれね、寝言ね。あ、寝言のやつでしょ。俺スティーブン誰かと連絡して電話してんのかなと思って。俺ガチでそれ記憶ないんだよね。
もうね、びっくりしたね。あー、そっちねって俺が寝言でめっちゃでっかい声で、あー、そっちねって言ってたらしいんですよ。マジではっきり言ってた。で、俺マジで覚えてないから、言ってない、ずっと言ってないけど、そうちゃんがお前の寝言やばいよつって。いや、それで起きたわけじゃないけど、携帯いじってたらさ、夜だから何も音しないじゃん。この家に響き渡ってるね。結構寝言なのにでかいって。そうちゃんが俺のことをさ、夜中脅かした時とどっちがでかい？スティーブンの驚く時の声。まああれには勝てませんわ、ね、いや本当にあれやばいわ。もう今思い返してもやばいわ。まあ、まだ見てない方は、うん、ちょっと動画にしてるんで、うん、再生数一番伸びてるやつだからね今一番もう2万回再生いきそうだから。めっちゃ面白かったんで。うん、いやー、今どんぐらい撮った？6分も撮った、うん、今日長いな。まあまあそんな感じで、モンテネグロはね、雪ですわ。皆さんじゃあ体調には気をつけて、コロナにも気をつけて。うん、まあ今日本はなんだっけ、地震とかあったんだっけ？そう、地震あったんだよね。地震あったらしいね、うん、だからまあ気をつけてください皆さんっていう感じで、今回終わりましょうか。はい、終わりましょう。バイビーノー。バイバーイ。